はい、クラピアチャンネルです。はい、こんな感じでですね、クラピア K3 ですね。これこんな感じになってました。で、クラピアはですね、皆さんもご存知かもしれないですけども、踏んだりあと刈り込むと草丈や花丈がぐっと短くなるんですよ。はい、花の状態をねじっくりと見てみましょうか。これが何もしないで立ち上がってる様子ですね。クラピア K3 なんで、ピンクの大きい花がこんな感じですごい勢いで咲いてました。こっちもそうですね、かなり高いですね。もう場所によってはもう5センチ、6センチ、そんな感じであります。こっちですね。これがですね、刈り込んだりあと陶圧をかけるとですね、全然違うのが分かりますよね。花丈なんかもう1センチくらいしかもうピョンとこう出ないような感じです。草丈もかなりこう低くなって、こんな感じで特に何もしなくても陶圧とかあと草刈り込みをするとですね、花をつける位置がもう極端に短くなるんですね。こういう感じに杉からこのランナーが伸びて行った先のやつが、なんていうんですか、本来ならもう5センチも6センチも立ち上がらない、気はならないんですけども、これがもう1センチくらいでこうつぼみをつける状態になりますね。これ前何かでちょっと読んだことあるんですけど、植物がですね、もう、何回もこう切られたり踏まれたりするとですね、もうそれ以上伸びてもしょうがないっていうのをこう記憶すると。言ったのはね、何かで読んだことありますけども、まさしくその通りで、一度こう陶圧とかですね、刈り込んであげると、もう低い状態で伸びるようになります、ね。はい。K3 に限らず、クラピアは刈り込んだりあと踏んだりすると、どん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 緻密になって丈が短くなってきます。花丈が一番こう分かりやすいですね。次から出てくる、花はですね、丈が極端に短くなるんで、もしK3 を植えられている方でも、ちょっと花の位置を低くしたいなって、思われている方はですね、刈り込んだり、あと踏んであげると、こういう形で低くなりますんで、試してみてください。はい、そんなわけで、今日はクラピアの陶圧と、刈り込むことによって草丈と花丈が短くなるということを説明させていただきました。はい、クラピアチャンネルはですね、こういったクラピアの情報を随時お伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録してお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。